ダダン。ご覧の皆さん、こんにちは。藤田ニコルです。今日はゾンビランの発表記者会見に出席してきました。なんで横向いてるのかはこの後お楽しみにしてください。どうぞ。ということで、藤田ニコルさんにご登場いただきました。ありがとうございます。もう拍手代わりのフラッシュ音ありがとうございます。早速ですが、ゾンビラン2015の匿名宣伝プロデューサーを記念いたしまして、辞令書をお渡しいただきます。 J 藤田ニコルの、平成27年8月6日をもってゾンビラン匿名宣伝プロデューサーに任命する。平成27年8月6日、株式会社スポーツワン代表取締役、武田俊也。ご就任おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今はどんなお気持ちなんでしょう。いや、すごいゾンビな気持ちです。うん、嬉しいです。すごい。どうですか、まず武田社長から見て彼女のメイク、このゾンビっぷりは。めっちゃ可愛いんですけど怖いですね。近くで見るとすごい怖いんですね。目をギョロッとするのがポイントです。逆にニコルさん、このお話が宣伝匿名プロデューサーゾンビランって来た時はどんな思いだったんですか。びっくりしましたね。なんでゾンビって思って、でも私走るのがすごい得意なんで、来た時はちょっと嬉しかったですね、走るのに。ゾンビがまだ予想つかないんですけど、やったことがないんで、なんか実際にやってみたいなって思いました。今日は半分だけそのゾンビメイクをされましたけど、はい、自分のではできではどんな感じですか。いや、完璧だと思います。なんかいつものニコルと、なんだろう、半分だけゾンビで、なんか両方なんか自撮りした時に、なんかどっちの良さもあって楽しいなって思いました。今回実はですね、うん、ゾンビに関するイメージをイラストにニコルさんに描いていただいているので、はい、じゃあちょっとニコルさんが見せていただいていいですか。いいですか。はい、お願いします。じゃじゃーん。すごくない、カムカムゾンビ。これはご自身ですか。いや、違います。ではない。私が、なんだろう、いたらいいなって思うゾンビです。はい、ちなみにこれは何ですか。これ脳みそ。あ、脳みそが出ちゃってる。脳みそ出てて、やっぱゾンビは噛むから、噛む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 って書いてある服を。これ渋谷なんですね。そう、渋谷。どのあたりが渋谷なんですか。これスクランブル交差点です。あ、なるほど。御社に飾っていただいて、はい、どうぞ。ありがとうございます。本当嬉しいんでしょうかね。嬉しいな。ちょっとじゃあ、ゾンビなんて使えそうなニコル語なんか一つ。なんだろうな、うん、でもコアタンって走るべきですか。コアタン、コアね、キャワタンとかいろいろタンでも何のタンってつけるだけある語なんで、コアタンだ、コアタンだ、コアタン、怖い時にコアタン、コアタン、コアタン、コアタンってやばいと思う。なるほど。ちょっとじゃあカメラに向かってコアタンお願いしていいですか。どこ、どこがいいですか。どこも手挙げないですか。コアタン、コアタン、コアタンだ。じゃあ最後に宣伝プロデューサーとして、一言。ゾンビランは絶対楽しいと思うし、私もゾンビになって追いかけたいなって思うので、皆さんもゾンビランに来て楽しんでコアタンな思い出を作ってください。はい、じゃあお願いします。
はい、じゃあ上お願いします。いかがだったでしょうか。今日のこのメイクはすごい、この傷跡がすごくて、でカラコンも真っ白なやつ入れてるので、ゾンビランに参加する人は私の真似もしてもいいので楽しんで行ってみてください。ではバイバイ。